Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bermain Final Fantasy 16 ya. Kita lanjut lagi gameplay kita ya guys ya. Ah, Clive. Joy to tanomi ga aru nda yo. Uedo kyo ni yasai no tane wo watashitaku te. East Pool wa toumen no aida, shokuryou no kakuho ga mondai ni naru daro. Mochiron, uchi kara mo shien wo suru tsumori. Dakedo, yuku yuku wa ano mura de shokuryou wo tsukuranai to kurashite ikenai.それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知ればベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ OK、Alright. いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないか、ウェイド卿に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ、よろしく頼んだよ。ああ、わかった。Kata tuh, ini bagi kedua nih. Lanjutan yang kemarin sih. Mana sih sini ya? Ke East Pool. Jadi itu para warga sini nih udah bisa balik lagi ke East Pool gitu, dan para budak tuh udah bebas. Jadi itu mereka udah nggak diperbudak lagi guys. Makanya mereka tinggal di sini. おや、クライブ様、今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。ねえ、ギサールグリーンに、マカナンチョコボ。これはありがたい。今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして。種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた。ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを。ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。何事だ？先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか？俺も手を貸そう。
だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる？どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド教や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどここを、この村を手に入れた。違うのかい？イーストプールはあんたたちの村だ、家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る、そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ、いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい？ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら、自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を？武器をください。私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。Tuh, cewek aja berani kok. Watashi ni mo tatakawase te kudasai. Ayo yang lain dong, semangat dong. Sou da. Ore tachi datte tatakaeru nda. Sou daro. Lindungin kota sendiri masa enggak berani. Isto furu o maboru zo. ありがとう、マーサさん。うん、話は後だ。みんなのためにも、私らが戦う姿を見せなきゃね。うん。ええ。頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全体守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか？はい。チリジリに戦っても被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド教、あなたは後方に回り、この作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は
俺に任せろ。なるほど。やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド卿も。それじゃ、私らも行こうか。いつでも行きますぜ。Oke, kapanpun aku siap. Saatnya kita berperang, guys. Melawan Akashic. Soro-soro ka? Koi. Kraibu, setai ni katsu. Koko de tsumeru.全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした。リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな、宿場も近いぞ。ウェイド卿、戦況は。戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド卿は周辺の敵を頼む。承知しました、クライブ様。どうかご無事で。オッケー。次は俺も戦います。バケチョコボアジェライン。今はやめておこう。力を使うぞ。よっ、じゃあワンのジャンガキ。Walaupun dekat sini ya, harus naik cukup. Nah, di sini nih.Ya ampun, lawan jaguar lagi dong ya. Koita. Sekini wa sasen. Ih, sakit banget dong. Gimana ya? Gue gak pas-pas. Masa betah sih.
rasa kotanya udah aman nih. Berkat kita nih. Yatta ka. East Pool ni modoro. それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった。イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして。これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。随分と頼もしくなったな、クライブ様。私は思うのです、ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルヴィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として、同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド卿。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド卿、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ、あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか、スティルウィンド・シッチの任務のこと。おお、マシンガット、あなたにお供し蛮族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時クライブ様は強大なモルボルを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです、いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですがこれからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか、あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド卿、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください、クライブ様。様々な
お力添えをありがとうございました。ではまたな。Nah, balik lagi ke Martares. Matte da yo, Grive. Konkai wa hontou ni tasukatta. Todokemono dokoro ka.アカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。なら、ここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ、受け取っておくれ。ありがとう。いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしてもああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな。聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおいき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。Aduh, sekos sepanjang banget. Sampai ngantuk gue dengerin ceritanya, cuy. Ini kalian dapat lagi nih collectible-nya tuh ya. Kumpulin aja, guys. Ini beneran bagus. Dapat achievement kalau enggak salah, kan kumpulin sampai 6 totalnya itu. Kakero. Ada cewek sama hunting, nggak salah sana. Cuman gue cek dulu ya sana tuh. Biasanya kalau tempat buntu kayak gitu tuh, ya isinya kalau nggak cewek ya biasanya ada hunting gitu.
Cool. Wih, Marlboro, carrot. Udah lama kita gak ngelawan kayak gini ya. モルボルだった。 알았죠. 신경쓰지 기다리네. 아래 여기라 lanjut. Carrot itu wortel ya. Itu aku namanya carrot sih. Mas namanya Marlboro apa gitu, Mas? XX1 Marlboro tipe jet-jet. Yote ga itte ita no wa kono atari. Sassoku sonaso o sagashite miyo. Koko ni kashi o sonaso o sagaso. Koitsu ra o kaoshite. Ah,
Dead. Ini ngumpulin bahan-bahan gini ya, kata Petau. これに違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。隠れ家に戻って両手に渡そう。udah nggak lagi tinggal sini nih。Ih, jauh banget. Nanti aja deh, di part berikutnya aja deh. Gue lagi males. Yaudah, thank you guys yang nonton. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, komen aja guys. Nanti gue bakal bantu bahas kok ya. Ini gue lanjutin, bakal panjang nih. Jauh anjir. Tuh, sini. Gak ada teleport. Harus ngumpulin bahan-bahannya. Males ah. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa, bye-bye.